皆様こんばんは。本日もエイプリル4月1日スペシャル、橋本環奈ちゃん、気がかり発端長お届けいたしまんます。ああついてるわ。今年ももっと良い春になるわ。今年も新シーズンのスタートですが、毎日絶好調、新しい新年度を迎え、新規一点、初心忘れるべからず、邁進する所存でございます。気がかり、電気も消える時もあれば、雨の降る日もあります。それが毎日でございます。日常、一日一善、日進月歩、初心忘れるべからず。練習も何でも一日5回、5分練習の計画や目標を立ててみることで、ちゃんとピアノ上達にもちゃんとつながります。良い子の皆さんも自分の力を信じて、練習すればこんなことがあるんだ、こんな、練習すればこんなに自信が持てるのね、やったー、できるようになると褒めてもらえる、できなかったことができると先生に褒めてもらえる、もっと自分の力を信じて練習すればできるのよ。平音記号の位置もドレミの位置もちゃんと先生がしっかりサポートしております。簡単なんです。本当にブルグミュラーの25番は簡単でございます。ブルグミュラー18番は少し難易度が上がりますが、18番もほとんど練習すれば必ずできるレベルでございます。当ピアノ教室はコンクールへの参加に、人前での演奏、次回はそなたコンクールも目指しております。できると思えばできるのです。エレクトーンもピアノも同じドレミの位置、上
上層楽器に適したオーケストラ楽器です。楽器のイメージを持って弾く。目をつぶって、あ、これは木管が鳴ってるわ。これは弦楽器で表現されているのだわ。鈴かな、打楽器かな、などといった楽器のイメージを持って弾く。これがまさにピアノはオーケストラ楽器と呼ばれるゆえんでもございます。喫茶すみっこ暮らし、終日休みがございませんが、エイプリルフール、4月バカの特別大セール、気がかり、とっても簡単です。それでは、さあ勝負、あじゃんけんぽん。生まれたって10歳、20歳、40じゃなくて59でした。来年はなんと還暦ではありませんか。まだまだ40代に見られるそうでございますが、芸名もどしどし公募しております。橋本環奈ちゃんでした。弱い者いじめ、言葉は大切にしましょうね。春休みでみんなで楽しく学ぶ、みんなで楽しくお散歩。ゾウも2頭で仲良く食べているのがゾウに。バナナ夏でバナナ。リンが3つで三輪車。歩く。歩くのもとっても良い健康方法ですが、車で移動ができるという私たちは幸せを忘れてはなりません。何不自由ない暮らしができる。食品ロス、物価高、みんな先行き暗いことばかり言っておりますが、何でも謙虚に前を向いて歩こう。前を向いて、上を向いて歩こうではありませんか。下をうつむいてばかりいては本当に運気も下がります。しっかり人の目を見て、ちゃんとアドバイスができるような人になりましょうね。それではね、さようなら。